皆さんこんにちは。岡田島東京国際空港羽田空港に来ております。羽田空港の第2ターミナルということで ANA のターミナルになります。今日も京都でですね、癖でね、第3ターミナルで降りてしまったんですよね。普段第3ターミナルを一番使ってるんで、なかなかね、ぼーっとしてると第3ターミナルで間違えて降りるってことをよくやっちゃうんだけども、それも今日やっちゃいました。はい、今ね、日本にいるんですけども、今日は日本の国内線に乗ります。今からですね、愛媛県の松山に向かうんですよね。で、今日ね、昼過ぎに松山に着けたらいいなという感じで動こうと思ってるんですけども、羽田から松山の便がですね、なんと満席なんですよ。夕方の便だったら空席があるんですけども、なんかとんでもない需要でかなり埋まっているんですよね。なので、ちょっと久しぶりにね、修行僧みたいなことやろうかなと思いまして、羽田からまず今から沖縄の那覇空港に飛びます。那覇まで ANA で飛んで、で、那覇から松山という路線が飛んでいるんですよね。以前松山、那覇は乗ったことあるんだけど、那覇、松山というのは乗ったことなかったんで、ちょっと今回は羽田から沖縄経由で愛媛県の松山に向かいます。ということで本日もよろしくお願いします。ちなみに沖縄線に関しましてもかなりの需要です。本日利用する機材がですね、まずボーイング777-300ですね。もう500人以上乗れる ANA の国内線の最大機、日本一のでかい ANA の国内線の機材になるんですけども、こちらでまず沖縄の那覇に向かいます。で、普通席を予約していたんですが、もう真ん中しか取れなくて、ちょっとそれはさすがにきついなということで、今回プレミアムクラスにアップグレードしました。最後の1席がね、プレミアムクラス空いていたんで、追加で1万5000円出してアップグレード。ただし、777-300のプレミアムクラスって2プラス3プラス2なんですよ。で、今回空いてたのがもう3人掛けの真ん中ということで、どっちみち真ん中ではあるんだけど、普通席の真ん中よりかはプレミアムクラスの真ん中の方がね、快適かなということで、今回プレミアムクラスをね予約して、今からまずは沖縄の那覇に向かいます。というわけで本日もよろしくお願いします。羽田空港の第2ターミナル ANA のエリアになるんですけど、めっちゃ混んでるよね。もうね、シルバーウィークも終わってるはず、一応今日週末ではあるんだけども、個人的に9月末とか10月ってね、閑散期のイメージなんですけども、なんかもう全然そんなことなくて、一体閑散期はいつなんやって感じですね。久しぶりに週末ね、日本で過ごすんですけども、こんな混んでるんだ。先週ね、3連休とかだったんで混んでるの分かるんだけど、一応今ってね、一応閑散期のはずなんですけどもね、分かんない。ということで今回乗る便がですね、 NH995 ですね。9時30分発なんで、もう10分遅延だ。9時40分になってる。普通席三角でプレミアムクラスが×ですね。てなわけで、10分遅れぐらいですけども、10分遅れぐらいだったらね、全然回復できると思います。もう今9時なんですよね。そう、間違えて T3 で降りたんで、ちょっとね、時間かかっちゃいました。今 ANA のプレミアムチェックインカウンター工事中ということでね、この仮設のやつを使って中に入ります。もう今日は松山まで一気に動画まとめますけども、簡単な Vlog 的な感じでね、撮っていきます。もう今まで紹介したことある機材ですね。仮設の優先ゲートを使いましてね、本検査サクッと抜けました。いや、制限エリア内もめっちゃ混んでるな。どうしようかな。9時40分発で今5分なんですよね。すごい10分遅延ということで、多分ボーディング開始20分とかだと思うんで、ANA ランチ行けますけども、もういっか。もうってか目の前にあるんだけど、多分混んでんだよね今。なので、もうゲート前でおとなしく待っておこうかなというふうに思います。はい、58番ゲート行きましょう。なんか暑いか暑くないか分かんないな。そんな冷房効いてなくて、ちょっともわっとした羽田空港です。今日58番ゲートですね。国内線のプレミアムクラスのも結構久々ですわ。混んでたらね、乗る価値全然あるよ。ANA のこれオンラインストアなのかな、商品がちょっと置かれてるんだけども、タンブラーとか、ちょっとサッカーはあれだけど、何これ、コンテナ売ってんの。1万マイルだって。結構安くない？1万マイルでこのコンテナと交換できるみたいです。思ってたより全然安いって感じ。モバイルアクセサリーケースが5000マイル、コーヒーマシーンのやつが3万マイル。意外といいよね。航空券に変えるよりも案外得かもしれない。もう最近燃油サーチャージもね、ほんと高いんで日経って。リュック型リフトキャリー3万9000マイルだって。悪くないね。それこそね、コロナ禍とかだったらね、マイル全然こういうのに変えてもよかったかもしれない。僕は結構海外発券とかでもね、マイル全然使うんで、あと特旅マイルとかね、そういうのがあるんで、いいやって感じです。はい、意外と安かったな、そういう感じ。たまにはいいよね、こうやって外のお店とかね、ぼーっと見ながら歩くっていうのもね。国内線のラウンジなんて、別に飲みもあるぐらいなんで。意外と遠いな。58番ゲート前ですが、ボーディング開始9時20分でなってるけど、もうすでに列できてるし、さすがトリプルセブン-300ね、500人ぐらい乗れますからね。500人以上乗れるんで、しかも今日ほぼ満席ということで、プレミアムクラス空いててマジでよかった。真ん中だけど、
もうリゾート客って感じの客層ですね今日は。まあ当たり前だけどね。松山空港までのまず1便目 NH995 便です。定刻ね9時30分発9時40分になってます。那覇でね1時間乗り継ぎあるんで、まあ、全然大丈夫ですし、なんなら10分ぐらいの遅延なんていうのは回復できると思います。まあ、あと10分ですね、ボーディング開始までしばらく待ちましょう。ちなみに今日なんですけども、ボーイング777-300になります。機体番号 J751A ですね。プレミアムクラスが、28席かな。であとはそれ以外は普通席なんだけど、合計500人以上で、ね、乗ることができる、まあ、国内線最大級になります。まあ、今後ね787のダッシュ10に置き換えられるということで、今 ANA 5機持ってるんだけども、もうそんな先長くないと思います。はい、777-300非ERキーですね。まあ、これで沖縄の那覇に向かいます。2時間半ぐらいのフライトですね。多分グループ2の列で合ってると思います。なんかもう列がごちゃごちゃで、あと今日はね事前改札で乗る人もめっちゃ多いと思うんで、なんやかんで優先搭乗開始するまで結構待つことになると思います。はい、ということでもう間もなくねボーディング開始。995便ですね。事前改札が始まりました。めっちゃ多い。多分事前改札だけで40人ぐらい多いんじゃないかな。やっぱ子供連れがねかなり多いということで、結構待たされそうですね。でグループ1もいっぱいいる。15人ぐらい並んでるかな。昨日ですね、事前申請じゃない、マイルの事後登録完了して、10万超えてるんですよ。今までの外資系のエアラインは全然マイル加算してなくて、でなかなかねダイヤにいかなかったんだけど、でポイントは10万になったんだけども、切り替わるの明日なんですよ。なので明日だったら僕もダイヤモンドだったんでグループ1だったんだけども、今日まだグループ2なんですよね。はい、まあ、でも今日はグループ2で飲むの最後かもしれないね。もうちょっとこれからもう毎年ダイヤモンド多分いけるような気がするんで、ダイヤモンド維持に何年も続けていこうかなと思ってます。6年生目指してとりあえず6年ぐらいは、ね、続けたいですね。と、はい、いうことでしばらく待ちます。いいね、今日は子供が多いですからね、テンション上がってる人がいっぱいいます。いいね、子供やっぱ飛行機テンション上がるよね。わかるよ気持ち。大人の僕でもテンション上がるからね。やっぱりまず沖縄行きましょう。もうサクサクっとね2レグ終わらせちゃいます。合計4時間ぐらいかな今日は。東南アジア行くよりも全然短いです。というわけで機内入りました。プレミアムクラス232です。今回は2列目の真ん中です。もうど真ん中のシートになります。まあ、画像載せておくんですけどね、こんな感じの座席です。完全真ん中なんで左右どっちも人がいるという圧迫感のあるプレミアムクラスですね。唯一ですかね、プレミアムクラスで左右に人が来る席っていうのはこの777-300がね。今日は満席のご予約を入れていただいております。お荷物をご注文際にはお詰め合わせの上ご収納をお願いいたします。安全のためただいまのところ到着は那覇空港混雑状況にもよりますが12時20分に着陸の予定です。
離陸してですね、リクライニング使っていい許可が出たんですけども、リクライニングね、全開で倒すと前の席のような感じになります。まあ十分倒れるよね、結構快適ですよ。でレッグレストもねついてるんで、しばらくね揺れが続くみたいですけども、ベルトサインが消えると機内食の提供が始まります。ちょっと揺れてるね。内食が提供されました。ただいまの時間帯、朝食の時間帯なんで、かなりね量は少なめになります。サンドイッチですね。左がエビとタラモのサンドイッチで、右がね焼肉のサンドイッチになります。今日はねホテルで朝食も食べたんで、正直全然腹減ってないんで、マジでこれぐらいの量でありがたい。ちょっとだいぶ揺れてるんだけどね。でスープと、あとは左寒天かな、フルーツも入ってます。でまあドリンクはもうシンプルにねホットコーヒーいただけました。まあ、これがね昼食夕食の時間帯になるとね、もっと豪華な食事になります。まあ、朝初のフライトはねこういう感じになりますね。まあ、これでもね羽田発着の幹線路線なんで、どっちかというと豪華な方。いやまあ朝食は幹線も幹線以外もそんな変わんないかな、どっちも似たような内容です。ちなみになんですけど、ドリンクのメニューはまあこんな感じですね。ああ普通に香るカボス置いてほしいな。今日はね時間もあるんでゆっくり食べます。食後にですね冷たいコーラいただきました。氷もねちゃんと入れてくれます。普通席だと氷はないよね、多分そういった違いが若干ある。まあ、あとまだ1時間少々あるんで、まあのんびり過ごしますが、だいぶね揺れも落ち着いたんで、ずっと機内ではね共用のモニターで孤独のグルメが上映されてる。ちょっとあんまり映しすぎると問題なんで、まあ、これぐらいにしておきますけどもね。 Wi-Fi も結構高速で使えるんで、かなり快適にね過ごせます。結構この席いいかも、なんやかんや言いつつ、ちょっと国際線でね長距離はしんどいけど、まあ、国内線ぐらいだったらね割といいですわ。なんか個室感ある、左右がどっちもね人がいるということで、通路通る人とかも全く気にならないしね、意外といいかも。皆様ただいまベルト着用サインが点灯いたしました。席にお戻りになり、シートベルトを緩めないようしっかり押してください。この先の化粧室のご使用はお控えください。Now we have permanent area. Please check for your seat belt secure fasten. And clean yourself. Any other thing we encounter will not have the safety of this flight. Thank you for operation. Thank you for your attention.
は那覇空港に着陸いたしました。今日は皆様のご到着が遅れ、ご迷惑をおかけしておりますことを重ねてお詫びいたします。お急ぎのところを恐れ入りますが、ベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めになったままお待ちください。てなわけで飛行機降機しました。右の飛行機でね、今やってきたんですが、実はね、今から乗り換える松山行きはこの左に来た737になります。こっちがね、31番からの出発なんですよね。まあ1時間ぐらい乗り継ぎ時間余裕持ってたんで、まあ、全く問題なくね乗り継げます。まあ、那覇はね、その動線全く一緒なんで、まあ40分以上あればね十分なんじゃないかな、同じエアラインの場合とかはね。はい、ということで777お疲れ様でした。まあ、2時間半ぐらいでしたけども、プレミアムクラスね、真ん中席全然快適でした。意外と良かったね、真ん中席。まあそういう感想です。 ANA フェスタでね、大東寿司とか売ってて買いたいんだけども、まあでもいいや、腹減ってないし、まあ、今から行く松山でもですね、まだうまいもん食えるしね、うん、このままゲート移動しましょうか。ちなみに次乗るのもまたプレミアムクラスにしました。松山駅も普通に需要高くて、まあ普通席全然空いてはいたんだけども、まあ、隣人が来そうな感じがしたんで、まあ、じゃあプレミアムクラスでいいやということでプレミアムクラスにしてます。こっちはアップグレード料金プラス8000かな。 ANA のプレミアムクラス路線によって、ね、値段違ってきます。羽田那覇は1万5000の追加で、那覇松山はプラス8000の追加になってます。ということで隣のね31番ゲートに移動します。 ANA ラウンジあるんですけども、もういいや、今33だしね、もうちょっと行くのめんどくさいんでここで待っとこう。那覇のラウンジ窓なくて結構狭いんで、あんま好きじゃないです。31番ゲートです。今飛行機到着したばっかりで、今から清掃とか行われるんで、もうしばらく時間かかると思います。 NH1884B に乗ってね松山に向かいます。またこれも2時間ぐらいのフライトです。はい、ということでボーディング開始待ちます。那覇から松山へはボーイング737のダッシュ800になります。機体番号 J78AN ですね。まあ、新しいスカイインテリア仕様ではないです。まだね飛行機の降機も終わってないの で今から清掃でしょう。多分20分ぐらいかかりそうなんで全然ラウンジ行けるんですけど、さっきも言いましたが那覇の ANA ラウンジ結構混んでるんで、あんま好きじゃないんで、もうてか別に飲み物も、ね、いらないんで、もうここで待っときます。トイレだけ行きたいね、トイレだけ行って待とう。てか今日沖縄天気悪いね、せっかくの週末沖縄旅行に来てる人はちょっとかわいそうですけども、はい、プレミアムクラスのシートに関してはさっきと同じです。トリプルセブンダッシュ300度、あの古いやつですね。で今回もあの窓側は取れてないので通路側で松山に向かうことになります。 LCC だったり国際線側の方を見てるんですが、ピーチが止まってますね。ピーチで足穴に大韓航空がいます。奥 ANA がちょっといるんだけども、あれは何だのとこいるんだろう。お気の目、今なんか雷鳴った気がする。そう、積乱雲って言ってたんで、雷が鳴ってね地上作業中断とかになっちゃうと出発が遅れてしまいますね。まあそれは仕方ないんだけどね、うん、あの地上にいる方の安全第一ですから、外で作業してる方のね、今のところは特に地上作業中断とかにはなっていません。誰か、うん、足穴結構デカ機材できてるんですね。エアバス A330 とかかな。ピーチね、あの関空シンガポール楽しみだ。いやあのね、もう9月終わり10月ですけど、まもなく、まあ、あと3ヶ月で結構飛行機系イベント多いんで、国際線ね、もう体が足りない、頑張ります。乗りたいのいっぱいあるんでね。でも、まあ、12月は結構忙しいので、いろいろとね、できれば10月11月中に片付けときたいっていうのがあります。ただいまの時間午後13時4分、定刻出発の1分前なんだけど、ようやく今ね優先搭乗始まりました。優先搭乗というか事前解説かな、始まっています。飛行機の整備にちょっと時間かかったみたいで、10分ぐらい出発が遅れるみたいです。もうなんかすげえゾロゾロとなってるけど、この路線もかなり家族連れが多いですね。ということで乗り込みましょう。今ね外土砂降りだわ。はい、なんとか出発できることを祈ります。Conduct safety duties.
If you need any assistance, please wait for a moment. キャビンアテンダント、スタンバイアトドア。業務連絡です。キャビンアテンダント、セットスライドバー。順番が回ってきました。那覇空港を離陸して松山空港に向かいます。松山ね、雨降ってないといいんだけど。離陸して20分でようやくねベルトサイン消えました。全然時間ないね。すぐに機内食が提供されると思います。機内食が提供されました。羽田発着の艦船、つまり日本航空のファーストクラスと対抗している路線に関しては機内食ね、ちゃんと陶器で提供されてかなり豪華なんですけども、それ以外になっちゃうとこういうねお弁当スタイルになってしまいます。まあまあ、でもさっきのねサンドイッチと比べると全然量も多いですし、そんな悪くないんじゃないかなと思います。ドリンクの種類は一緒ですね。今回かき揚げ丼がメインなんですけども、湯葉とかですかね、いわゆる和風の和食になります。朝食はね洋食だったんだけど、昼食は和食ですね。彩り豊かで、結構美味しそうですよね普通に。量はねそんなに多くないんで、でもねあのグランクラスのアミューズとかと比べるとね、全然量もあるし、割とねお腹にたまると思う。メニューこんな感じね。イカスミライスコロッケうまそう。あとね味噌汁もね提供されます。で今回ドリンクは白ワインいただきました。
まあいろいろ言われてるけど、まあ全然全然立派なもんよ、うん、普通に美味しそうですし、まあまたね 2,30 分は時間あるんでゆっくり食べるね、いただきたいと思います。食後にですねホットコーヒーいただきました。機内食ね普通に美味しかったです。まあ少し前にねANA の機内食のことでねちょっと炎上してると言いましたけど、別に食べれないほどまずくとか全然ないですからね、普通にうまいですよ。正直 ANA とか JAL でね提供される機内食まずいって思うっていうのは味覚死んでると思う、はっきり言って申し訳ないけど、日本行った方がええわ。全然普通に美味しいし、まあここまでね叩かれるのはちょっとねあれかわいそうだったけども、普通にまあねケータリングしてる人とかに感謝の気持ちを持ってね意見って飲めないといけないと思う。まあライブでも結構話しましたけども、機内食に関してね批評を言うのは全然いいんですよ、人それぞれ意見あるけど。ただね日系の機内食が食べれなかったらね外資系の機内食まず無理よ。なんかね難しいよね本当。ライブでも結構喋りましたけども、十分なんじゃないこれでと僕は思います。正直テーブル、フットレスト、レッグレストなどを元の位置にお戻しください。手荷物は座席の上の物入れまたは前の座席の下にお入れください。化粧室のご使用はお控えください。飛行機合気しました。いいね、松山空港そんなでかくないのでサクッと飛行機降りれました。この飛行機なんですけども大阪伊丹行きに、ね、なるみたいですね。松山那覇間は ANA が1日1往復の便飛ばしています。では今回ね預け荷物もないのでこのまま制限エリアの外に出ます。まあ、沖縄とかはね雨降ってたけど松山は別に雨降ってないですね。ちょっと青空もあるといったような感じかな。サクッと制限エリアのね外の方に出てきました。預け荷物がないとねやっぱ楽ですね。こちら松山空港久しぶりでもないかな、今年の8月以来ですね。あでもあの時動画撮ってなかったんで、いや撮ってたか、撮ってたと思う。新州松本空港を利用する時の動画だ、あれ以来の松山空港になります。はい、というわけで本日ですね ANA 使いまして、まあ、プレミアムクラスで東京羽田から那覇経由で松山まで来ましたけども、まあ、非常に快適でしたね。機内でも言ったと思いますけども、まあ、今回トリプルセブンダッシュ300は真ん中の座席で73ならば、まあ、通路側だったんですけども、まあ、座席自体はですねプレミアムクラスとしては、まあ、一番古いシートではあるんですけども、まあ、でもやっぱりね普通席ももう今回隣が埋まるほどのかなりの搭乗率だったんで、それだったらねプレミアムクラスにする価値全然あります。まあ、今回2レグで、アップグレード料金が2万3000円ですけども、まあ、距離を考えるとね全然安かったんじゃないかなというふうに思います。まあ、機内食もですね2回いただきましたけども、まあ、朝食もね昼食もどちらもメニューが違っていて、まあ、普通に美味しかったですし、またね久しぶりにプレミアムクラス乗ったんですけども、まあ、今後もね長距離線とかでぜひ乗れたらいいなというふうに思います。でまたね11月とかにも沖縄行くんですけども、その時もねプレミアムクラス乗ろうと思ってるんでね、またプレミアムクラス長距離線の観戦レビューというのは今後もできると思うんですけども、まあ、次回乗るのはねトリプルセブンダッシュ200とか新しい新仕様のね
プレミアムクラスの座席乗れたらいいかなというふうに思います。最近はね、もう本当国際線ばっかりで、で国内線に関してはもう基本的にいつも非常口の座席取れるんで、まあ、そこばっか座っててね、なかなかプレミアムクラスにアップグレードするってことはなかったんですけども、まあ、今回は久しぶりにあの修行僧みたいな工程だったし、まあ、それこそ SFC 修行とかしていた時はですね、まあ、プレミアムクラスとかも頻繁に利用していたので、なんかあの頃をね思い出しました。まあ、SFC 修行したんだけども、まだ SFC には加入していないので、ちょっと本当今年中にね入らないといけないなと思ってるんですけど、 JGC もそうだわ。僕ね修行したのはいいんだけど、どっちもね、あの JGC も入会してないし SFC にも入会してないんですよね。毎年あのプラチナサファイアを維持してるって感じだったんで、あれだったんですけども、さすがに今年はね入ろうかなと思ってます。 JGC は特にね。はい、まあ、というわけで、あの松山までの動画はねこれにて終わりです。なぜ松山に来たのか分かりますよね。本日はもう9月末ということで、明日ですかね、JR 四国の松山駅が開業するんですけども、まあ、それをね見に行くために来ました。まあ、行く予定なかったんですけども、まあ、いろいろと誘われたんで、まあ、行ってみようかということでね、松山駅の開業の動画というのも明日動画出せると思うので、またよろしくお願いします。はい、ということで本日の動画はですねこの辺で終わりたいと思います。今回は ANA プレミアムクラス使いまして、羽田空港から沖縄経由で愛媛県の松山までの動画でした。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。松山駅まではねバスで移動します。